とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日朝にアップデートパッチが入ってましたね。何かがアップデートされたっぽいです。もしかしたら、タワーのあのパワーが異常に上がってしまうやつ。あれが修正されたのかな。まあまあ、ちょっとわからないですけども。うん、何か修正が入ったっぽいです。で、今日のダンジョンですけども、コメントで、よくそこの宝箱知ってたねみたいに言われるんだけども、おそらく、最初の方からやってる人には、当たり前に知ってるようなことが、最近始めた新規の人には、ちょっとわからないっぽいです。なので今日は、シークレットの宝箱の場所、そこをおさらいとして、やっていきたいと思います。まあ、知ってる人は知ってると思うけども、新規で始めた人とかは知らないと思うので、まあ、見てみてください。では、行きましょう。それでは、まずは燃える火事場。ここから行きましょう。この燃える火事場ですけども、シークレットの数がかなり多めに設定されています。今回は7個だけども、まあ、15個とか、それぐらいあることも結構ザラにあります。で、シークレットの場所だけども、休憩場所あるじゃないですか。この物資があるところ。この物資があるところの近くに、小部屋が、なんかこういう感じである場所があるのよ。小部屋がなんかある場所。地図を見てもらうとわかるんだけども、なんか横にね、ちょっとした部屋がたくさんある場所。ここがね、必ず、あります。物資の近くに。ここに行ってもらって、で、この上にね、何か、石のアーチがかかってる場所、わかりますね、ここ。他のところには、石のアーチはかかってないでしょ。うん、上に。屋根のところに石のアーチがかかってるところ。ここを、くぐると、出ます。うん。このね、石のアーチがかかってるところが、かなり、ありますので、探してみてください。探す場所は、この物資があるところの近くだね。物資は2つ、3つあります。3つあるかな?うん。その近くに、必ずこの小部屋のゾーンがあるので、そこを探してみてください。うん。今回は7個だけども、10個以上、存在することが多いです。美味しいので覚えておいてくださいね。次はここ、かぼちゃ草原です。かぼちゃはある時ない時あるんですけども、最初の方だね、下に船が見える時があります。これがね、手前から入っていく時にはないんだけども、奥の方から船に入る場所、この時には存在します。こっから横にね、羽かローリングでジャンプします。そうすると宝箱が出てきます。ここだね。うん。別にいいやつは入ってないと思うんだけども、まあ、ここ、デイリーとかで来た場合は、取り見逃さないように、なんて言ってるんだ?取り逃さないようにしていきましょう。次はここ行きましょう。砂漠の寺院です。寺院を少し進んでいくと、罠がいくつかあって、その先に洞窟がある場所があります。この洞窟の中にシークレットが隠されています。ただ、そのシークレットを取るには、この洞窟の向きが大事になります。こっち側の向きの時には、一つシークレットを取ることができません。まあ一応行くことはできるので、行き方なんだけども、ここ。こっから下に向かってローリングします。そうすると足場があるんだよね。で、扉が開く音がしたんだけども、ここの扉に入ることができます。ただ、ダンジョンの向きがこっち側の時はその扉の中に入ることができません。なので諦めましょう。そして上の方に登ってきてください。そうすると、ここに着きます。ここにシークレットが一つ存在します。まあ、ちょっと向きが、ちゃんとした時っていうのがこんな感じですね。こんな感じですね。向きがこっちの時には
さっきの、扉の中に入ることができます。行き方はここからだね。こっからローリングで下に向かって飛び込みます。そうすると扉が開いて中に入ることができますね。黒の宝箱なのでかなり、ユニークが出やすい仕様になっております。で、登ってここの宝箱も取っていきましょう。それではどんどん行きましょう。地下寺院です。地下寺院のゴールの近くに必ず洞窟があります。で、洞窟の入り口には種類が2つあって、その1つはこういう感じになってます。この時はシークレットは1つありますね。もう1個の、入り口のタイプの時にはシークレットがもう1つ隠れてるんだけども、とりあえずここのシークレットの取り方ですね。で、中に入って進んでいきましょう。で、横の奥の方、手前の方に行きましょう。そうするとね、こういった場所があります。ここをね、登っていってください。で、横を伝ってこの中に入ります。ここですね。ここにシークレットが隠されてます。で、もう一つ、入り口が違うタイプ、そこもありますので紹介しますね。このタイプですね、下に降りていって、この下に、入り口があるっていうこのタイプ、ここにはシークレットが隠されてます。行き方なんだけども、こっから横に入ってこの壁ギリギリをね、伝っていきます。そうするとここにシークレットが出てきます。ちょっとわかりづらいけども、一回やれば覚えると思うので探してみてください。それではラストはここに行きましょう。王の隠れ家。王の隠れ家進んでいくとこんな洞窟に行きます。この洞窟の中にいくつかあります。もうすでにちょっとね、出ちゃったんだけども、この上の宝箱、ここ、近くを通ると出現します。まあ、これも一応シークレットですね。取り方は、こっから、横に進んでいって、こうかな。で、こっちから、飛び乗ってジャンプですね。こういう感じです。で、これよりも先に進んだところに、あと2つあるかな。あと2つあります。それの、1つが、あ、今回ないね。うん。このね、下に、こっから行くことができて、この先にね、島がある時があるのよ。その島の上に、宝箱が出現します。ただそこのね、取り方俺ちょっとわかんないんだよね。うん。ちょっとわかんないんですけども、そこの島の上にも宝箱が出現します。ちょっと取り方は、ちょっとわかんないですけどね。で、出口の近く、ここの上にも宝箱が出ますね。はい。まあ、王の隠れ家、結構すぐ周回できるので、まあ何か消化したい時とか、そういう時、おすすめです。宝箱、シークレットありますので、忘れず取るようにしましょうね。はい。ということで今日はシークレットの場所やってみました。新規の人は、ほんとね、まだ右も左もわからない人も、多いと思います。シークレットはね、結構お得な宝箱になっておりますので、取るようにしてください。まあ、ただ今回が、一番最初の、地図のページにある場所、あそこだけをやりました。2枚目、3枚目、ネザーとか、エンドとか、あと、深海エリアなんて多いね。あのあたりは、ちょっと把握できないぐらい、シークレットが多い場所になっておりますので、まあ、後々やるかもしれませんけども、やらないかもしれません。結構めんどくさいです。深海は特に。まあ、一番最初のページのね、今日やった場所、覚えてるだけでも、結構お得なので、覚えるようにしてみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。